皆さんこんにちは、イエレジェンド染田です。七夕限定のね、商品が2商品販売されます。彦星ブルーベリー風味と織姫いちごミルク風味ですね。本日は七夕限定の商品のレビューをやっていきたいと思います。七夕ということで、ビールジェンドね、こう何かできないかって考えた時に、七夕のね、限定のね、フレーバーを作ろうっていう形で、彦星ブルーベリー風味ですね。ビールジェンドお兄さんが彦星となって、こちらにね、大きくデザインされております。こちら、織姫いちごミルク風味なんですけれども、なんとこちらの方に、ビールジェンドお姉さんですかね、もしかすると、織姫のデザインがされている織姫いちごミルク風味ですね。非常に美しいですよね。こちらの織姫ね。パッケージからもわかるように、七夕のね、雰囲気を醸し出しておりますし、これからのね、暑い季節にもね、ぴったりのフレーバーとなっております。早速、レビューをやっていきたいと思います。彦星ブルーベリー風味の方から飲んでいきたいと思います。水はね、150ml から300ml という基準になりますんで、濃いのが好きな方は水の量を減らして、薄いのが好きな方は水の量を増やして飲んでいただければと思います。商品購入すると、こちらのね、漆黒のね、スプーンがついてまいりますんで、このね、スプーンにすり切って一杯入れていきたいと思います。開封。ブルーベリー風味ですけど、いつも通り白いパウダーになっています。あ、もう本当にね、ブルーベリーの香りがしますね。非常に美味しそうですね。で、すり切って一杯入れていきます。うん、綺麗に溶けてますね。泡立ちもね、ダマももうほとんどありませんね。しっかり溶けました。パウダーね、溶かすと、よりね、ブルーベリーのね、いい香りがね、鮮明になりますね。もう非常になんかさっぱりとしてる感じがして美味しそうですね。彦星ブルーベリー、いただきます。うん。うん、超爽やか、美味しい。めちゃくちゃ飲みやすいですね。これはうまいですね。ブルーベリーのね、商品作ってくださいっていう要望がね、たくさんいただいてて。で、今回ね、こう、満を持して七夕のフレーバーとして登場するんですけど、またね、ベリーベリーベリーとは違ったね、雰囲気がやっぱりありますね。僕は昔、板ガムのね、ブルーベリーガムをよく噛んでたんですけど、あの雰囲気に近いのかなっていうふうに感じました。あと何ですかね、飲むヨーグルトのブルーベリーの感じに非常に近いのかなっていうような印象を受けました。ホエー感がね、あまり感じない。さっぱりとして、ね、飲みやすい爽やかなねフレーバーですね。彦星ブルーベリー風味のね星の評価をお伝えしたいと思います。まあ、甘すぎもせずすごくいいぐらいのね甘みだったと思いますんで、星3つとさせていただきます。酸味の方もね、突き抜けた酸味ではなくて程いいさっぱり感ありましたんで、酸味の方も星3つとさせていただきます。すっきり感もね、しっかりと感じることができましたんで、星3つとさせていただきます。クリーミー感ですね、個人的にミルク感であったりホエー感、そういった部分ね、あまり感じない仕上がりになってたんで、クリーミーに関しては0とさせていただきます。甘み3、酸味3、すっきり3、クリーミー0ですね。商品選ぶ際のね、参考にしていただければと思います。彦星ブルーベリー風味の栄養成分表示ですね。1食あたり 30g ですね。エネルギーが 116.2kcal、 タンパク質が 20.9g、 脂質 1.7g、 炭水化物が 5.1g、 食塩相当量 0.3g、 ビタミン C が 43.5mg、 ビタミン B6 が 1.5mg となります。それでは織姫いちごミルク風味のレビューをやっていきたいと思います。ビレジェンドお姉さんですね、非常に可愛いです。僕のタイプです。購入するとね、漆黒スプーンがねついてまいりますんで、こちらにすり切って一杯入れていきたいと思います。水の方も150から 300mg なんですけど、水の量は味のね濃い薄いで調整してあげてください。甘いいちごミルクのような感じの香りがいたします。パウダーもこんな感じです。若干ピンクかかってるんですかね。それではこちらにね、すり切って一杯入れていきます。よいしょ。で、シェイカーの蓋逆に回してカチッって言ってから閉めます。泡立ちもね、ダマももうほとんどありません。綺麗に溶けました。
うん、溶かすとすごくいいね、いちごミルクのね香りが広がります。すごいストロベリーのねいい香りですね。いただきます。うん、うまっ。超濃厚ですね。ストロベリーがね非常にパンチがありますよね。うん、あ、なんか懐かしいですね。よく飲んだいちごミルクのような味ですね、やっぱり。ただね、超濃厚って言ったんですけど、そこまでね、甘すぎないんですよね。程よい酸味と甘みのね、こう絶妙なバランスですよね。何に近いかって言われたら非常にね、難しいんですけど、いちごミルクのキャンディーあるじゃないですかね。白の包み紙にね、いちごのデザインがされてる、あの、いちごミルクのキャンディーですよね。あれのね、感じにね、非常に近いんじゃないかとね、思います。あのキャンディーが好きだっていう方、ぜひ飲んでみてください。で、こちらのね、いちごミルク風味の星ですね、評価つけていきたいと思います。甘みはね、やっぱりいちごミルクっていうことがあるんで、しっかりと甘みが出てました。甘み、星4つとさせていただきます。酸味ですね。いちごの酸味ですかね、しっかり感じることができたんで、酸味の部分星3つとさせていただきます。すっきりですね。いちごミルク風味っていうこともあるんで、飲み終わった時にミルク感をね感じることができたっていう部分もありますんで、星0個とさせていただきます。クリーミーですね。いちごオレのようなね風味をねしっかり再現できておりましたんで、星4つとさせていただきます。甘み4、酸味3、すっきりが0、クリーミーが4ですね。商品お選びの際参考にしていただければと思います。織姫いちごミルク風味の栄養成分表示になりますけれども、1食あたり 30g ですね。エネルギー 119.1kcal、 タンパク質が 20.7g、 脂質が 2.3g、 炭水化物 4.7g、 食塩相当量が 0.2g、 ビタミン C が 42mg、 ビタミン B6 が 1.5mg となります。なんとね、今回のこちらのね、2フレーバー混ぜて飲むと非常に美味しい商品に、ね、なっております。一体どんなフレーバーになるんでしょうか。すり切り1杯ずつ入れるとね、非常にね、たくさんの量になっちゃうんで、スプーンの中を見ていただくとメモリーになってるんで、この中間のところの量を入れてあげると 15g ずつ計量できると思いますんで、メモリー半量になるぐらい入れていきたいと思います。水の量を多くしてあげて、すり切り1杯ずつ入れてあげても全然問題はないんですけど、ちょっと量が多すぎるよっていう方もねおられるかと思いますんで、その辺はね調整してあげればいいと思います。まあ、大体こんな感じで、気になる方とかは、ね、スケールとか使って調整してあげればいいと思います。まずいちごミルクを半量入れました。ブルーベリー風味も半量入れていきたいと思います。反対に回してカチッと言ってから閉めます。泡立ちもね、ダマもほとんどありません。綺麗に溶けております。それでは早速どんなフレーバーか飲んでいきたいと思います。いただきます。お、香りはブルーベリーがちょっと強いんですかね。でもほのかにいちごミルクを感じることができます。うん、あ、うまい。混ぜたらうまいですね。確かにブルーベリーの爽やかさといちごミルクの甘い感じが絶妙な感じにね仕上がってますね。実際どんな味になるのかっていうお話なんですけど、ブルーベリーヨーグルトみたいな味になりましたね。入れる量であったり調整次第でね、また感じ方がね変わるかと思いますんで、ぜひね美味しい配合のね仕方とかご自身でね試してみてください。七夕限定の2フレーバーですけれども、それぞれ2500袋限定での販売となります。販売日の方なんですけれども、7月7日のね七夕ですね、水曜日お昼12時から販売となります。気になる販売価格はそれぞれ3200円となります。2500袋ずつしかない数量限定のね商品になります。年内のね再販の予定なんかはねありませんので、ぜひお早めに試していただければと思います。でこちらのね動画のね概要欄の方に商品のねページに飛ぶ URL 貼り付けておきますんで、商品ページに飛んでいただいて、気になる方はぜひお気に入り登録して発売をお待ちください。早期販売予想されます。ぜひお早めに手に入れてください。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。